西日本旅客鉄道に在籍する新幹線電車である。1997年3月22日のダイヤ改正で営業運転を開始した。JR 西日本は自社の路線である山陽新幹線の航空機に対する競争力強化の一環として、より一層の高速化を目指して5 0 0系を開発した。車体強度、台車強度、 立交性能などすべて時速 320km 対応として設計計画され1996年1月から1998年12月にかけ16両編成9本合計144両が製造された当初は山陽新幹線区間限定で望み運用を中心として営業運転を開始し新大阪駅博多駅間を 最短2時間17分で結んだ。その後東海道新幹線での営業運転を開始し、後続系列である700系の最高速度が、時速2 8 5トルと低く抑えられたことも、あり、望みの中でも特に速達性を重視した運用に、長く重当された。1996年1月に一編成。 1997年7月から1998年12月にかけて8編成の全9編成144両が川崎重工業、近畿車両、日立製作所、笠戸事業所、日本車両製造の各社が製造した。新生児はすべて16両で蘇生され、編成記号は W。3時に分けて製造された。 W2W6 第2次車、W7W9 第3次車。徹底して高速性能を追求したために製造コストや居住性の問題、特に東海道新幹線内での多系列との定員の違いなどの点が運行開始後に問題となった。2007年に最高速度時速 300km の高速性能と居住性の両立を目指した。 後継車両として、東海旅客鉄道、JR 西日本の両社が、共同開発した N700K が、営業運転を開始し、同系の増備により、所要数が充足されたことから、500K は2010年2月28日に、定期、のぞみ運用から離脱した。これに伴い余剰となった全級編成のうち、量産先行車の W1 編成を除く8、 編成については2008年から2010年にかけて8両の V 編成に改造短縮され、山陽新幹線の小玉に転用され、2010年2月限りで、のぞみ及び東海道新幹線での運用から撤退した。東海道新幹線内で、のぞみの停車しない駅にも非常時対応などのために、W と表記された 500K の停車位置目標が設置されていた。 第41回鉄道優のカイブルリボン賞受賞。1996年には、通称産業省のグッドデザイン商品選定の商品デザイン部門での選定を受けた。JR 西日本が保有する新幹線車両のうち、JR 西日本単独で開発した車両は2020年現在、あたり形式のみとなっている。本系列のデザインは、 ドイツの工業デザイナー、アレクサンダー・ノイマイスターによって行われ、それまでの車両と比べると高速性を感じさせるデザインとなっている。内装については、事故で述べる構造上の制約から来る、車内空間やシートピッチの減少を和らげるべく配慮されており、カラースキームや照明についても、利用客の資格に優しいものとなっている。 円形を描く車体断面鋭く尖った500系の戦闘形状高速時のトンネル微気圧波問題のため、戦闘車両は全長の半分以上の15メートルにわたり、断面を徐々にすぼめており、尖ったジェット戦闘機のような外観である。この15メートルという長さは、時速320キロメートル営業運転を前提に、して航空宇宙技術研究所の CFD で解析を、 行っている。空力上の問題を解決した形状であるものの、先頭車の客席減少や運転席からの視野も限られるなど、マイナス面もある。また、同じく時速 300km 超での、微気圧波対策として、車体高を3 0 0 k と、同等まで維持しつつ車体断面積を縮小するため、客室自体に影響の少ない部分を削り、3 0 0 k 1> 日1割減の10.2平方メートルまで縮小した。そのため、車体断面も他の車両と一線を隠す円形である。運転室のガラスは、各種の航空機や電車にガラスを納入している、産後番社の製品を用いている。天井の傾斜により、乗務員室から1.2列目の座席は、棚の空間が狭くなるため、座席配置を2から2とし、 専用の荷物置きを設置することで対処している。光合成を保ちつつ軽量化し、車両の防音性能を向上させるため、厚さ 30mm のロー付けしたアルミハニカムパネルを側構えからだと、機密床に使用したアルミハニカムパネル構造を採用している。これは、六角形のハニカムコアを2枚のアルミ合金で、挟み、ロー付けして、パネルにしたものを、 組み上げて、車体を製造する方式で、これにより、一両あたりの車体抗体重量は、300系より0.6トンの軽量化を実現しており、その他にも、精神剤付きアルミ押し出し型材吸音材遮蔽板を使用して、従来と比べて1割以上の騒音低減を実現している。しかし、この構造は、製造時において使用される炉の関係で、 大型パネルを製作することができず、結果的には、車体の製造コストが大幅に上昇したため、次に登場した 700K は、アルミ中空大型押し出し型材による、中空構造の大型アルミパネルを使用して、支柱やたるきを不要とし、製造コストを低減させた、アルミダブルスキン構造を採用したため、500K のみの構造となっている。床下機器は、 ユニット化されたものを床面から吊り下げ、車体下側の気流に配慮して、ボディの形状に合わせた点検蓋を兼ねたカバーで、車体下半分を覆う構造とした、新ボディマウント構造を採用しており、床下機器の配置もそれに応じて、パターン化され、メンテナンスが必要な機器を山側に揃えて、メンテナンス性を向上させている。また、車体断面も円形に近く、 それに伴い側窓も曲面ガラスを用いる。このため、車体とホームに若干の隙間が生じてしまったため、W2 編成製造以降に隙間を埋めるための小さなフィンが取り付けられた。これは W1 編成でテストを行って、騒音値について調べてから装着された。車体側面の段差をなくし、 空気抵抗や騒音を低減するため、旅客乗降用ドアは閉じた時に、車体側面との段差を生じない、プラグドアを採用し、客室窓のガラス外側にポリカーボネートを貼ることで、段差を小さくしている。出入口付近に設置してある行き先表示器は100系、V 編成に引き続き三色 LED 式を採用。新たに自由。 指定席表示部分も LED 式に変更された。行き先表示器に関しては、上部に列車名と行き先を表示しながら、下部での停車駅のスクロール表示などを可能にした。本系列以降の東海道、山陽新幹線用の車両の車番表記はデカールで、貼り付ける方式になった。2004年に東海道新幹線区間へのデジタル ATC 導入に備えて、 全編成にデジタル ATC 対応の車上設備が増設されたが、外観上の変化はない。製作費は一両あたり、約3億円、一編成46億円と 300K よりも6億円弱余分に、コストがかかったため、東京大博多間の直通望みの半分を担うことが、できる旧編成しか製造されなかった。 塗装戦闘車両に施される500系のロゴマークライトグレーを基調に窓部分にブルーとダークグレーの帯を配しノーズ上部から天井部分にかけてはグレイッシュブルーで塗装されたこの塗装パターンは一部色を変更の上で山陽新幹線区間限定列車となる光レールスターや小玉にも踏襲された戦闘車両の運転席両脇には j r 5 0 0ウ e ストジャパンのロゴが配されている。なお、W1 編成落成時には存在していなかった。98から10号車はグリーン車、他は普通車で、基本的な座席配置、サービスは300系と同じである。普通車は瀬戸内海をイメージしたバイオレットでまとめられている。奇数号車の座席には、ローズ系の玉数号車には、 ブルー系のモケットが使用されている。座席背面にテーブルが設置されている。グリーン車はグレイッシュベージュでまとめられている。肘掛け部分にテーブルが内蔵され、取り出して使用することができる。照明は半摩節照明が採用された。93号車博多より、97号車の東京より、91号車の博多より、95号車博多よりには、 車半準備室が設けられた。そのうち、Q7.11 号車には、車半準備室を兼ねた、サービスコーナーを設置していたが、2003年10月の、ダイヤ改正時に廃止され、車半準備室のみになった。前述の通り高速化を追求した、円筒形状の車体断面であることから、特に窓際の席の居住空間が、やや狭くなっている。 反面、インテリアカラー、グリーン車の座席、側窓吹き寄せ部の処理などに居住性改善のための工夫が伺える。この形式から、車内の電光掲示板の駅名の表示が上から降りて来る形式になっている。これは 700K の JR 西日本編成と N、700K の8両編成でも行われている。旧偶数号車の博多寄りには、 デッキと独立した電話室が設置された。吸音化粧板を使用し、騒音の低減を図っている。携帯電話の普及に伴って一部号車のものは撤去され、最終的に92.612.16号車まで削減された。奇数号車にある洗面台と洗面台の間には、冷水器と紙コップが設けられていたが、700K には、 当初から設けられていなかったこともあり、700K デビュー以降は 300K と共に、冷水機は使用停止となり、冷水機の箇所は板で塞がれた。ロングノーズのため運転席を大きく、後ろに下げる必要があり、先頭車の乗車定員が 300K より12名、減少する。このため、JR 東海から設計段階で 300K の定員を下回らない。 ことが強く要請された。その対策として、運転席寄りの客用扉を廃止したり、普通車座席の前後間隔を詰めたり、洗面所を2カ所から1カ所に減らすことによって 300K と同等以上の総座席数を確保したものの、車両ごとの座席数が 300K と異なり、ダイヤでも他車種と区別する必要が生じたため、 ダイヤが乱れた時の運用変更にも問題が生じることになった。さらに2003年10月のダイヤ改正で、望みの1から3号車が自由席となったが、先頭車に客用扉が1カ所しかないため乗降に時間がかかって、ダイヤの乱れにつながる要因にもなっていた。運転台従来の新幹線と同じく、右側にマスコンハンドル。 左側にブレーキハンドルが配置されている。ブレーキハンドルは、一般的な新幹線車両の縦軸、水平回転式と異なり、221系電車を、はじめとした JR 西日本の在来線車両が、主に採用する横軸、前後回転式を採用している。前後回転式のブレーキハンドルを採用しているのは、国内の新幹線車両では500系が唯一である。 また、700K の派生形式である台湾高速鉄道 700T 型も同様のハンドルが採用されている。また、側窓は天井部分にまで及ぶ局面となっているため、車高膜は従来のロールアップ式ではなくアコーディオンカーテンとなっている。運転席の座席には長時間の着席に伴う疲労の軽減と腰痛を予防するため、 レカロ製のセミバケットシート、リカロ 24H オフィスチェアを採用した。初代新幹線である a 系以来となる16両全車に、主電動機が1両あたり4機ずつ搭載される全電動車方式を採用している。高速走行によって増大する走行抵抗に対応するため、64機の電動機による出力は300系の 1> 約1.5倍である 18,240kW にも上り、地上を走行する旅客輸送機関として、市場空前の動力を備えている。また、MM1、MPM2 の4両を一単位として、周辺圧器や主変換装置といった主要機器を各社に集約分散搭載するユニット方式を採用、前述した車体軽量化の努力と合わせて、 編成重量も、後継となる N700K と、同等な700トンに抑えられ、車輪駆動方式鉄道車両としては、世界最高の重量出力比を実現している。また、乗客定員一人当たり車体重量も、約 520kg と、軒並み1トンを超えている他国の、高速鉄道車両より軽量である。性能発射から4分程度で、 時速 300km に達することが可能な加速力があり、また曲線や駅通過時の減速から素早く加速することによって他国に比べて線路条件の厳しい山陽新幹線で世界記録となる標定速度を実現した。時速 320km での運転でも環境面での条件を十分にクリアしていた。しかし、 W1 編成が完成する前に起きた、兵庫県南部地震後に非常制度距離の原種が必須になったことや、総合的な疲労対効果の検討から、若干の余裕を見て、時速 300km となった。電源、制御機器河川からの単相交流25系部用、主変圧器で高圧した上で、 主変換装置で直流に整流、その後三小交流に変換して、主電動機を制御する、VVVF インバータ制御方式である。主変圧器は強制風冷式を採用し、5400クバの容量を備える。主変換装置は 500K900 番台のシステムを踏襲し、GTO サイリスタソシを使用した。 PWM コンバータ2機、VVVF インバータ1機で構成されており、制御方式を3レベル制御にすることにより、電圧、電流波形が交流の制限波により近い形となり、電流波形が歪むことにより発生する、歪み成分の抑制を図っている。M1M2 社に2機ずつ搭載され、各装置が1両分4機の主電動機を制御する1。 C4M 方式である。機器の軽量化を図ることを目的に、主変換装置1台で8機の主電動機を制御する 1C8M 制御方式も検討されていた。しかし、半導体技術の進歩による GT4 素子の大容量化がなされ、それによって、コンバータインバータ間の直流電圧を上げることが可能になり、インバータの軽量化を実現した。 そのため、1C8M 制御方式は採用されなかった。補機類の電源は、主変圧器の三次巻線である。空気圧縮器、空調装置などはこれを電源とするが、ATC、列車無線、補助空気圧縮器などが利用する電源は、低電圧装置、補助変圧器、整流装置などを介して、交流 100V、直流 100V が供給される。 空調機器は、機器の悪さを指摘された 300K から改善するため、室外機を床下に2台、室内機を天井部分に8台搭載した、マルチエバポレーターセパレート方式を採用した、室内機から客室へのダクトを短くすることで、空調の機器の悪さを改善した。主電動機、WMT204 型カゴカタチ三章、誘導電動機を1両あたり4機搭載する。 W1 編成は連続定格出力 285kW であったが、W2 編成以降は走行抵抗の予想以上の低下により、連続定格出力は 275kW となっている。軽量化のため、フレームレス構造、アルミブラッド構造を採用した。また、軸受けの電飾防止のために、セラミックス絶縁軸受けを使用している。 ブレーキ三百0 k に続き、主電動機を発電機として用いることで、ブレーキ力を確保する回線ブレーキを主体としつつ、従来通りの空気圧動作のディスクブレーキも、併用する回線ブレーキ付き電気指令式ブレーキを搭載する。なおディスクブレーキについては、w 一編成による試運転の結果を反映して、セラミック噴射装置を一点八九点一六号車に、 搭載している。これにより、悪天候時に、時速 300km で走行している状態から、ブレーキをかけても、時速 270km 走行時の300系と、同等の制動距離で停止できる性能を確保している。台車、WDT205 台車台車は、直進安定性に優れた、走行特性を示す軸量式の軸箱指示機構を備えた。 ボルスタレス台車である WDT205 を装着する。駆動方式は 300K 以前と同様、信頼性の高い WN ドライブを採用する。乗り心地の改善を図り、軸箱合成のアップ、空気バネ左右間隔の拡大、非線形バネの採用、台車枠と車体の間で連結されているアンチ、溶断パーの減衰係数の変更などを行って、あるが、 戦闘車両運転台よりの台車は、戦闘形状との兼ね合いで、他の台車に比べて、空気バネ間隔が2 5 0ト、mm、ル縮小されている。メンテナンスフリー化を図るため、軸受けには密封グリス潤滑塩水コの軸受けを採用している。両戦闘車両とパンタグラフ搭載車両、それに、グリーン車の、拡大車には車体に働く左右方向の、 振動加速度を抑えるセミアクティブサスペンションが搭載されている。先行量産車の W1 編成に関しては、比較検討を行う目的から、車両同様の大きい1.16号車に、フルアクティブサスペンション、5.89.1013号車セミアクティブサスペンションが搭載されていたが、営業運転開始を前に、全車、セミアクティブサスペンションに換装されている。 車輪系、軸距は3 0 0系と同じく 860mm、2500mm である。終電装置翼型パンタグラフ。本体着せ側面にボルテックスジェネレーター、キブ着せに昭和のロゴが見える。編成中の2箇所に設置された終電装置も、騒音低減のため、伝統的な菱形の構造を廃し、公式には翼型パンタグラフと呼ぶ。 断面が楕円形の支柱上部に、翼型の船体を設けた構造とした。これには、F1 で蓄積された、空力技術や、音もなく滑空する、フクロウの羽を参考にした、騒音低減のためのボルテックスジェネレータも、使われている。保温部分に 5mm の穴を開けることによって、エオルスオンと呼ばれる、カルマン渦が引き起こす、空力音を低減する。 これに用いられているダンパーは F1 用ショックアブソーバーの製作で時速 300km 以上でのデータとノウハウを数多く持つ昭和に依頼された。終電装置からの騒音を低減させた結果 300K で採用されていたパンタグラフ株まで覆う大型のパンタグラフカバーではなく外資のみを覆う小型の外資カバーが採用された。他の新幹線車両のパンタグラフは 金属バネ上昇式であるが、翼型パンタグラフでは、空気上昇式を採用している。このため、長時間の停電などにより、車両の圧縮空気が減圧した場合には、パンタグラフが、自然降下し、保護設置スイッチによる、河川地落ができなくなってしまう。そのため、エッグス用にバネ上昇式の予備、シングルアームパンタグラフを外資カバー内に設けている。また、 東海道、山陽新幹線を走行する車両のうち、0系から3 0 0系までは、静電アンテナが、運転席直上にあったが、5 0 0系では、外資カバー内に設置され、目視確認できなくなった。落成時の W1 編成は9号車516、系東京よりにも、終電装置を搭載していたが、試験、予備用としての扱いであったため、後に撤去された。 W に編成以降には、新生時から搭載されていない。521系525系本系列に属する、各形式名とその車種は、以下の通り。奇数形式と、偶数形式2両ずつ、計4両の電動車 MM1MPM2 で1ユニットを、構成する。車両の製作。 整備費の低減と軸重の分散化を図るため 300K より1ユニットあたりの量数が増えている。8両に短縮された 500K2007 年に N700K が営業運転を開始と同系の増備により、500K は2010年2月に定期列車の望みの運用から離脱し、余剰となった9編成のうち、量産先行車の W1 編成を除く8。 編成については、2008年から2010年にかけて8両編成の7000番台への改造が行われた。このため、V1 編成は欠番となっている。2007年10月20日付の各社報道で、500系を16両から8両に減車するとされたが、2007年12月の JR 西日本定例社長会見で5編成を順次8両化し、 2008年12月以降は、山陽新幹線内の小玉として運用すると正式発表された。このうち、W3 編成が最初に営業運転から離脱し、8両化改造工事を受けたのうち、V3 編成を名乗り、2008年3月28日に、博多総合車両所で報道公開された。その後、V に、 V4V9 編成も改造工事を終え、試運転を経て、営業運転に充当された。V 編成は、全車普通車で、4から6号車は2列プラス2列の指定席、その他の車両は3列プラス2列の自由席である。V 編成を蘇生する車両は、W 編成の号車番号によるところの、 博多方から1.23.413.1011.16号車に当たる。車両番号は元番号プラス7000とされた。カラーリングは W 編成時代から変更されていない。なお、蘇生から外れた車両は廃車となった。なお、最高運転速度は時速 285km とされている。8両編成化に伴い、 パンタグラフの変更だけでなく、車体形状によりパンタグラフのカバー側壁の設置がなされなかったことや、短い編成中に重量機器が集中し、時速 300km 運転が環境基準の面で不可能とされたことも最高時速 285km に落とされた理由とされている。V 編成は2008年12月1日から運用が開始されたが、 この時は主に例形と入れ替わる形になっていた。2009年3月14日改正からは、通勤、通学や帰宅時間帯の朝晩に重点的に運用が組まれた。これは他の小玉用車両よりも定員が多いためである。16両編成から8両編成に改造された時の主な内容は以下の通り。この他、 2009年9月19日から8号車の新大阪寄りに一部座席を撤去の上、子供用の疑似運転台が設置された。ハンドルやスイッチを設置しており、これらを操作することで、速度計や ATC 信号などが対応して、点灯する仕組みとなっている。まず、V6 編成に疑似運転台が設置された。 再改造で誕生した一人席さらに2013年10月から12月にかけて6号車及び7 0 0系 e 編成とのサービス格差を解消するため従来より多客機などに指定席に変更されることがあった4.5号車を一列4席に改造した座席も7 0 0系 e 編成の指定席車と同等のものに交換し6号車との格差は シートピッチを除いて解消した。また仕切り扉位置の変更はないことから、車端部では山側に一人席も誕生した。同年12月19日をもって、全編成の改造が完了し、同日より5号車が通年指定席となった。2014年3月15日のダイヤ改正以降では、4から6号車が指定席となっている。また、 編成中の便所を様式化する工事が行われている。博多総合車両所が改造を担当している。2021年には、V7 編成の行き先表示器が、フルカラー LED タイプのものに交換された。この他、一部編成の制御装置が、イグブと VVVF インバータ装置に交換されている。山陽新幹線区間の、 小玉として使用される V 編成組成時に以下の各形式について改造による万代区分が発生している。上記8編成のうち V2 編成については2014年から一部の車両が改造を受けて特別な編成として運用されている。いずれの編成も新大阪博多間を通して運転する小玉730.741号に限定運用されている。 プラレールカー2014年7月19日より運行を開始したタカラトミーパナソニックとのコラボレーション企画による編成。1号車の座席を全て撤去し、パナソニックの乾電池、エボルタを動力に使用したタカラトミーの鉄道玩具、プラレールの大型ジオラマ、子供向け運転台、プレイゾーンを設置。また、2号車も一部座席を撤去の上、多目的室と、 大型荷物置き場を設置した。なお、プラレールカーは自由席扱いのため、乗車券自由席特急券のみで利用できる。当初は2015年3月までの運転を予定していたが、公表のため一部リニューアルした上で、同年8月まで延長された。新幹線、エヴァンゲリオンプロジェクト、500タイプエヴァ、500タイプエヴァ塗装2015年11月7日より、 運行を開始した、山陽新幹線運行開始40周年並びに、テレビアニメ、新世紀エヴァンゲリオン放送開始20周年記念の、コラボレーション企画による編成。エヴァンゲリオンシリーズのメカニックデザインを手掛けた、山下育人が、エヴァ新幹線のデザインを担当し、原作、総監督の安野秀明が監修を務めた。 山下は500系新幹線の大ファンで、エヴァ的カラーリングにするとともに、元のデザインを活かして未来からやってきた500系みたいにできたらいいなと述べている。外観を、エヴァンゲリオン初号機をモチーフとしたカラーリングに、全面塗装。1号車には、エヴァンゲリオンの実物大コックピットを再現し、ゲームも楽しめる、展示、体験ルームに改装。2号車は、 肘掛けやカバー、床面や貫通扉などに装飾を施し、作品の世界観を表現した特別内装車とした。車内チャイムも従来のいい日旅立ち、西江からアニメ主題歌の残酷な天使のテーゼのオルゴールバージョンに変更されている。また、車内放送も運行期間中盤からは渚ぎさか役を演じた石田明が担当した。 特別内装車は自由席扱いのため乗車券自由席特急券のみで利用できるが展示体験ルームへの入室と実物大コックピット搭乗体験利用には事前の予約が必要。また特別内装車の一部は展示体験ルーム入室者向けの待合スペースとなっており乗車券特急券のみでは着席できない。 2016年3月15日からは1号車の実物大コックピット登場体験は引き続き予約が必要だが展示体験ルームは予約なしで自由に入室できるようになった当初は2017年3月までの運転を予定していたが公表のため2018年春まで延長されることが発表された2018年1月19日の春の 臨時列車における発表の際に同年5月13日をもって運転を終了することが公表された。これを受けて同年2月24日から5月7日まで京都鉄道博物館に保存の521から1に本社のラッピングが施された。ハローキティ新幹線、ハローキティ新幹線塗装2018年6月30日より運行を開始した。 サンリオのキャラクター、ハローキティとのコラボレーション企画による編成。ハローキティと新幹線という組み合わせに、JR 西日本社内では、反対する声も一部上がったものの、賛成する声が大半を占め、サンリオ側も山陽新幹線が走行するエリアを、中心に8府県を、ハローキティで盛り上げるというスケールの大きさに、光栄ですと、全く異論はなかった。 車両デザインは、サンリオと JR 西日本との共同で実施され、前述のエヴァ新幹線が運行を終了した2018年5月末より、改造が行われた。外観は白をベースカラーとし、窓沿いにピンクのリボンをまとったものとされた。1号車は、フリースペース、ハロー、プラザとして、山陽新幹線沿線及び山陰。 奈良の給付券を期間限定の入れ替え制で紹介するコーナーとしており、運行開始時は、サインデスティネーションキャンペーンに合わせ、鳥取県と島根県のご当地、ハローキティと地域紹介を掲示する。また、物販カウンターが設けられ、ハローキティの限定グッズや、地域の特産品が購入できる。二号車は、特別内装車、かわいい、ルームとして、 フォトスペースが設けられるほか、枕カバーや日よけなどに、ハローキティが散りばめられたデザインとなっている。車内チャイムは、従来の、いいた旅立ち、西江から、ハローキティ新幹線限定のオリジナルメロディに変更されている。ハローキティ新幹線の運行は、海外メディアでも報じられ、報道公開の模様を、普通女性ファッション誌、L のウェブサイトが、 これだけはいつか乗りたいと写真付きで紹介したほか、栄光共放送の BBC も男性ニュースキャスターが興奮気味に報じている。山陽新幹線区間における小玉に重当される。2012年3月のダイヤ改正では500系での定期光運用が初めて設定されたことで話題となった。その後、2013年3月のダイヤ改正で500。 K の定期、光運用は消滅している。1996年1月31日に落成した先行量産車である W1 編成は、同年2月から1年間に及ぶ、性能試験及び、長期耐久試験を開始した。時速 320km までの車両性能及び、営業運転速度における。 地上設備との整合性に関わる試験を含んだ長期耐久走行を行い営業運転を行うにあたり問題のないことを確認した。約1年に及ぶ試運転の後、1997年3月22日から山陽新幹線区間で同年11月29日からは東海道新幹線でも運転を開始した。 1997年3月22日から1997年11月28日、山陽新幹線で新大阪駅博多駅間で、定期一往復と臨時一往復で営業運転開始。途中、岡山駅、広島駅、小倉駅に停車し、所要時間は、山陽新幹線区間最短の2時間17分で、ある。 W2 編成以降の増備に伴い、一往復の臨時列車が、下記に運行された。1997年11月29日から1998年3月13日、W2W4 編成の増備により、東海道新幹線東京駅までの乗り入れを開始した。同時に、東京第二車両所での夜間大泊も開始された。 のぞみ1.1318号は、東京駅博多駅間を、最速の4時間49分で走破した。1998年3月14日から1998年10月2日、W5W6 編製造日に伴い、300K で運転されていたのぞみに往復を 500K に置き換えて、東京駅博多駅間後往復に増加。 望み1.1314.1821.305は東京駅博多駅間を最速の4時間49分で走破した。1998年10月3日から1999年3月12日、さらに3編製造日に伴い 300K で運転されていた望みに往復を 500K に置き換えて東京駅博多駅間7往復に増加。 のぞみ1.1013.1418.2130号は東京駅博多駅間を最速の4時間49分で走破した。1999年3月13日、東京駅博多駅間ののぞみは700系と2時間おきの運転となった。さらに2000年10月1日改正によって全列車が新横浜駅に停車することとなり、 のぞみ13.1721号の東京駅発車時刻が56分から52分に、のぞみ10.1418号の東京駅到着時刻が24分から28分に変更された。2001年10月1日から2003年9月30日、東海道直通、のぞみがすべて新神戸駅に停車するようになり、 東京駅博多駅間の最短所要時間は4時間53分となった。2003年10月1日から2005年2月28日、品川駅の開業に伴って、東海道直通、のぞみのうち1号以外が停車するようになった。さらに、これまで新神戸駅を通過していた500.501号が、新神戸駅停車に変更されて、全列車停車となり、 山陽新幹線最速の2時間17分で走る列車が消滅した。また、500.501号を除き、徳山駅もしくは新山口駅のどちらかに停車するようになった。2005年3月1日から2006年3月17日運転時刻に変更はないが、12.1320.21号の徳山駅停車を取りやめ新山口駅停車に、 変更したほか、1号が品川駅停車となった。また、一部の望みで時刻の繰り下げと他の望みの設定時刻変更に伴う列車番号の変更が行われた。2006年3月18日から2007年6月30日2005年に発生した JR 福知山線脱線事故に伴いダイヤの余裕時分が見直され、 山陽新幹線区間は最短で2時間23分で運転されるようになった。また、新山口駅に停車する500系、望みは2.4950号のみになったほか、500.501号で設定時刻の変更が行われ、500号は博多発新大阪行き最終列車としての運転に変更された。 2007年7月1日から2008年3月14日、ノルマル 700K の営業運転が開始されたことに伴い、従来 500K で運用されていた、のぞみ3本が N700K となったが、従来 700K で運用されていた、のぞみ3本が 500K に変更された。その結果、500K の運用本数に変化はなかったが、運転間隔が2時間ごとではなくなった。 また 700K から 500K に変更になった列車でも、運行ダイヤは 700K が運用されていた、改正前と同じであった。そのため、所要時間が4時間台の 500K 望みはなくなった。その後、N700K が増備されるにつれて2007年10月から、段階的に置き換えられた。は、後に N700K に置き換えられた列車。 2008年3月15日から2009年3月13日、小玉697号を追い越す、のぞみ29号東京駅博多駅間に往復のみとなった。ただし、ダイヤ改正の前日となった2009年3月13日は、車両運用の関係上、のぞみ50号は N700K が代走した。この時期、不定期運用として、 通常3 0 0系が重当されている小玉2本や多脚機の臨時、のぞみや光レールスターのダイソーとなる臨時、光に重当されている。2008年11月30日、0系の最後の定期運用となる小玉659号に続行する臨時列車として小玉697号を岡山駅博多駅間で運転した。同列車は、 急遽運転を決定したもので、普通車は全車両自由席、グリーン車は当日車内販売というものであった。この列車の送り込みのため、博多駅岡山駅間に改装列車が運転された。2008年12月1日からは単編成化改造を済ませた、V 編成が 0K に変わり、山陽新幹線内の小玉での定期運用を開始し、 博多南線への運用も始まった。一部の、小玉は1日ではなく、翌2日から500系での運転となった。500系、小玉運用が開始されたことにより、定期列車同士で500系、のぞみが500系、小玉を追い越すシーンを、徳山駅と新山口駅で見ることができた。また、臨時500系、のぞみが運転された場合、姫路駅でも見ることができた。 印の列車は12月1日は1 0 0 k 編成で、12月2日以降は 500K で運転。2009年3月14日から2010年3月12日、のぞみ29号 W 編成は、定期運用では、東京駅博多駅間に往復ののぞみや、繁忙期の臨時ののぞみがあったが、2010年2月28日ののぞみ29号をもって、 定期運用を終了し、2010年3月1日から N700K に置き換えられた。該当列車の博多到着時には、さよなら式典が開催された。2010年1月時点では、W 編成は W1W8 の2本が営業運転に使用されていた。ダイヤ改正前まで行われていた、東京交番検査車両所での夜間大白の運用が、 なくなり、定期列車に関しては、東京駅で直接折り返す運用となった。部位編成は、定期列車7往復のほか、臨時に100系系編成の運用を置き換えることがある。定期列車同士で500系、望みが500系、小玉を追い越すことはないが、東広島駅では500系、望みが運用変更となった500系、 小玉を、新尾道駅と姫路駅では、臨時の500系、望みが500系運用の、小玉を追い越すシーンが見られることがあった。2010年3月13日から2011年3月11日、W 編成は、定期運用は設定されていない。V 編成は、定期列車7往復のほか、2010年5月以降に、100KP 編成の運用を置き換えた。 山陽新幹線区間の修学旅行や団体専用の集約輸送臨時列車に運用されることもあった。N700K と 500K との比較営業最高速度は山陽新幹線区間における時速 300km で2001年までフランス国鉄の TGV と並び鉄車輪、鉄軌道方式の鉄道車両では世界最速であった。平坦均衡速度は 時速 365km である。また、運転開始時の表低速度時速 242.5km と、二停車駅間の平均速度時速 261.8km は、TGV を上回る、世界最速であり、1997年の、ギネス世界記録に掲載された。また、時速 300km 走行時には、車内案内表示器に、 ただいまの速度は時速 300km です。We are now traveling at 時速 300km の表示が流れる。営業運転開始当初の一時期は運転士による時速 300km 実況アナウンスも行われていた。2007年7月以降は n 7 0 0系でも最高速度時速 300km で運転しているが、 山陽新幹線区間の速度種別においては、500K が U49 であるのに対し N700K は、ゆる43であり、未だ、日本最速の営業運転用車両の座を譲ってはいない。1997年の営業運転開始時の、新大阪駅博多駅間の最短の所要時間は2時間17分で、あったが、2003年10月1日のダイヤ改正で、 全列車が新神戸駅に停車することになったため、2時間21分に伸びた。さらにその後 JR 福知山線脱線事故の影響によるダイヤの見直しにより、2006年3月18日のダイヤ改正で2分の余裕時分を持たせたことで2時間23分となり、これが定期望みで運用されていた時代の最短の所要時間であった。定期 望み運用から撤退した2010年2月時点での最短の所要時間は東京駅から新大阪駅間で2時間36分、新大阪駅博多駅間で2時間35分であった。n 7 0 0系の営業運転開始以降は5 0 0系は東京駅博多駅間を4時間台で運転する列車には充当されなかった。なお、 N700K は登場以来長らく、東京駅博多駅間の所要時間は、最短で4時間50分であり、500K の最短所要時間であった4時間49分よりも1分、遅かったが、2015年3月14日以降は、望み64号が所要時間4時間47分運転となり 500K より2分早くなった。同列車はさらに二千十七年三月四日より、 所要時間4時間46分運転となり、1分、短縮した。京都鉄道博物館に収蔵されている500 5 0 0系5 2 1系1号車。日立製作所、笠戸事業所で保管されている5 0 0系1 6号車522から1。ありがとうございます。